ネピジグイット高等学校は、ヌーボーブランズウィック州のバサースト市にある、フランス語の高等学校。9年生から12年生までシャルール湾のおよそ800人の学生を提供している。シャルール湾の周辺地域を含めポワンイコールベルトや、アラールビル、例外地域としては、サンソブール教区などの赤で半島に位置している地域も提供している。以下、ネピジグイット高等学校を、 ネピジグイット高校と略す。ネピジグイットの語源は、バサースト市を流れるネピジグイット川に由来している。この名前は、ミクマク語では、ネビジグイってウクと発音されて、先走りの川という意味を持つ。この名付けは、ババナキ連盟の最も激しい流れの川とされていた、ことから由来している。フランスの植民地支配の下では、バサーストは、ネピジグイット荘園とされ、 1812年から1826年にかけてバサースとは、サントイコールファミリーイコールドネピジグイット町と呼ばれたこともある。ネピジグイット高校は、州の言語的少数派、アカデビトが大半を占めているため、校風は何よりもフランス語を重んじることである。母語で遠慮なく話せる場作りや全部フランス語の開催がその校風を反映している。ネピジグイット高校のロゴマーク。 ネピジグイット高校のロゴマークは五角形の中に掲眼があり、その下にノートと鉛筆、万年筆が描かれている。ロゴの輪郭に学校の標語、尊厳、責任、知識が書いてある。このロゴと付き加えて、狼の赤い爪痕を背景に、エスンと書いてあるロゴも存在する。学校のシンボルカラーはエンジ色。制服着用義務は課せられていないため、生徒は、 私服で授業を受けているが、校内の帽子の着用は禁止されている。マスコットは校舎のところどころで描かれている狼のルベールである。マスコットのコスチュームは2枚があり、絵でのルベールは目が黒いのだが、コスチュームでは目が青い。ネピジグイット高校での教育は、ヌーボーブランズウィック州教育省が規定するように、フランス語の教育方針に従う。 ヌーボー・ブランズウィックでの最大のフランス語の学校の一つと数えられており、選択強化や課外活動は比較的に豊かである。数学の構成はカナダの各州の教育省に定められていて、ヌーボー・ブランズウィックの場合は学年ごと3種類の通路 A、通路 B、通路 C に分けられている。通路 A は戦略的計算能力、通路 B は技術応用、通路 C は 科学とモデリングと順番通りに授業内容が広がっていく。なお、歴史的には、その3種類は段階とされていたが、現在では通路と呼ばれ、各々の生徒のニーズに応じている。国語科目は、カナダの不都合教育の権利が1982年のカナダ人権検証の第23条が採用されたおかげで、全国各地で保障されている。国語の規定は、 数学と異なり、公用語は二カ国語があるため、宗教育省では二つの部門で分けられて、不都合部門の下で決まる。ネピジグイット高校の場合は、不都合北東学区第四文区に所属し、宗教育省の指針を参考にしながら、学区の国語方針に従っている。歴史科目は、日本と違って、世界史と国史のどちらかを選ぶよりは、各学年で両方が必修科目として、 等間隔に課せられている。9年生には歴史科目がないのだが、その代わりに地理科目がある。10年生は世界史を受けているが、11年生以来はカナダ史を受けるようになる。11年以降は選択科目として赤ィ史を受けることができる。生徒の娯楽や学校生活の充実のために郊外の団体を呼びかけることがあり、劇団やコメディアンの開催は、 毎年しばしばとリッシュ流行街道で行われている。一方、即興劇部は昼休みにリッシュ流行街道に部内対決を行うことはよくある。地域社会関与としては環境部が存在し、たびたび校舎やその周辺の掃除をしている。秋に紅葉をかき集めた後、焼き芋を食べる習慣はないが、冬になると地上が雪に覆われるため、 掃除の代わりに雪に沸騰中のメープルシロップを数本注いで楓飴を作る習慣がある。環境部の他に母壁が存在し散歩大会等の開催や啓発活動に関与している。他校との交流の際にスポーツチーム等はエスン反乱軍という名称で対決している。学校施設として挙げられるものは次のようである。利子流公会堂は舞台で あらゆる団体の開催を提供している。放課後等の学校とは無関係な開催を提供しているため町の公会堂の一棟でもある。体育館は9年生から10年生の必修科目の体育に主に使われていて、スポーツや運動を提供している。利守流公会堂があるため、舞台がない。運動場は校舎の南に位置してあり、トラックと野球場となっている。 その裏に森林を通るプロムナードがあり、冬に体育のスキーや漢字機の散策として使われている。食堂には約70台の食卓があり、郷土料理等の給食を提供している。それに加えて、朝は予定が鳴る前に生徒の寄り合いの場となっている。校舎に入り口は3つがあり、南の入り口はバスで通学した生徒のためにあって、昇降口となっている。 日本の学校の間取りとは似たように証拠口に入ってから、各々の生徒のロッカーはあるが、日本とは違ってロッカーは、シューズボックスではなく一般ロッカーとなっている。なお、ロッカーの鍵付きは厳しく課されていて、学校は有料で、軟禁状を調達している。1970年、フランス語の高等教育の需要によって、ネピジグイット高等学校は、公立学校として建設される。 2008年1月、英語のバサースト高校のバスケットチームボーイズインレッドの交通事故の際に、ネピジグイット高校は支援活動を行った。ネピジグイット高校とバサースト高校の2校の生徒会の代表者が会い、交流した。これを機に、彼らは特定の英語話者の若者と、普通語話者の若者の祖母を脇に置いた。2018年3月19日、2人の生徒が、 ベッドの上に置いてある数丁の銃の写真をインスタグラムに載せ、キャプションは、警察の射殺をそそのかスラップの歌詞が添えられ、銃の違法な形態、使用の恐れで、放火中に乱射防止措置、コードルージュが、ネピジグイット高校と共に4校で行われ、校舎の遊兵状強化で2人の生徒は、無事に逮捕された。後に1人の生徒の警察官の父親の銃だと、判明され、 二人とも釈放された。以下のデータは2019から2020学期からのもの。教職員の分類は必ずしも部門をそのまま反映するわけではないことに注意してください。執行言語教科数学芸術体育社会科学、家庭科自然科学技術、職業準教授信度指導学校開発官と書室、担当管理役務社会福祉事業担当行動管理、担当。 ありがとうございます。